1> 第1回を開催した、グランドプリンスホテル新高輪第5回を開催した、東京厚生年金会館メガロポリス歌謡祭は、テレビ東京とその系列局及び、日本短波放送の主催により開催された、音楽祭である。名称は開始当初のネットワーク名である、メガトンネットワークに由来する。1982年7月、第1回本戦が新高輪プリンスホテル。 起点で開催された。第2回からは会場を U ポートに移して開催された。第10回までは演歌部門とポップス部門、新人部門に3分割され、コンテスト形式で開催された。当初は各部門に立候補した歌手の中から入賞者を決定するフリーエントリー方式をとっていた。初期には日本一早い歌謡祭を歌っていた。1992年の 第11回以降は会場を中野サンプラザに移すと同時に新人部門に限定したコンテストと生じたてのフェスティバルの二部構成へ変更された。さらに事前収録に変更。しかし他局主催放送の年末ショートリレース同様音楽に対する考えの変化からショートリレースに左右されない音楽活動を行うアーティストを中心にノミネート自体者が続出。 その影響から、メガロポリス歌謡祭も第13回限りで終了した。なお、テレビ、東京系列にて音楽祭の名の付く特別番組としては、2011年のプレミア音楽祭が開始され、その後2014年8月にテレ東音楽祭となっている。ありがとうございます。